はい、梅です。こんにちは、どうもどうも。はい、ランドとシーの2019年の夏イベント、はい、とうとう終わってしまいましたね。皆さん、今年の夏イベントいかがでしたか？楽しめましたでしょうか？いやー、俺の方はね、動画の方でお伝えしてる通りですね、もうランドもシーもめちゃめちゃ今年も、はい、大いに水かぶってエンジョイできました。でですね、今回ランドとシー夏イベントのですね、ラストの土日にですね、なんか大事件、大事故がなんか勃発ね、してしまったみたいなので、今回はそのことに関して、ちょっと解説したいと思います。でね、俺このラストのね、土日、実は別件のね、コスプレの撮影の仕事が入ってまして、で、これはね、ツイッターのね、TTR Now、これをね、追いかけて、てるだけなので、ちょっとね、現場は見てないので、あくまでもそのツイッターとかの、情報のみで語ってるっていう、そこはちょっとご了承ください。でね、何が起きたかというと、ランドとシーの賞の抽選ってあるでしょ。人気の賞は抽選するよね。で、その抽選のね、システムが不具合が起きたみたいで、この土日ですね、賞の抽選がね、なんかできなくなったらしいんですよ。で、厳密に言うと、土曜日と日曜日やって、土曜日はね、スマートフォンの抽選と、それからリアルの抽選場の抽選ができなくなって、丸一日本当に賞の抽選ができないという一大事。で、日曜日は、なんとかね、このシステム、スマホのみは復旧して、このリアル抽選場は、逆だ。日曜日は、リアル抽選場だけが、復帰復活して、で、スマホの抽選は、丸1日できなかった、とのことなんだよね。いやー、もうね、このイベントのラストのね、土日、最後の最後に、ちょっと、やらかしちゃったよね、って感じかな。だからね、現場は相当大変だったみたいね。でね、このことによって何が起きたかっていうのをちょっと説明しますね。まず土曜日。土曜日は、このスマホの抽選と、このリアルの抽選、丸一日どっちもできないっていうことで、この日はね、どうやってオペレーション運営したかというと、この抽選システムを導入しているショーのすべてをですね、抽選なしで先着順で案内したとのことです。なので、ランドだと、城前の、ね、ジュディとニックのジャンピンスプラッシュと、それから夜の王様万歳ね、あとはレギュラーのパーティーグラと、それからワンマンと、で、C だと、ね、広場で、あ、じゃねえや、ね、ハーバーでやってるゲットウェット、それから、BB ね、B&B と、あと新しく始まった、ソングオブミラージュ。はい、この辺をすべて、先着順で、はい、運営したとのことです。まあそうだよね。抽選できないわけだから、まあしゃあないな。なので、すべてのね、これまでの抽選だった賞が、抽選なしの、まあ先着になったわけだから、つまりね、待てば見れるってことなんで、まあ正直ね、ちょっと美味しいって思った人も、まあいるかとは思います。で、なんだけど、待てば見れる。でね、パーティグラとかね、ワンマンとかっていうのは、まあ、もともとね、ショーの鑑賞エリアというか、ショーの鑑賞する前に、待機所、待機スペースがあって、で、抽選システムが導入される前から、先着入れ替えっていうのをやってたわけだから、まあ、その頃のまあ、ノウハウはやっぱりね、あったみたいで、ワンマンとかパーティグラっていうのは、入れ替えで、まあ、先着とはいえね、先着入れ替えっていうのを、まあ、やってたらしいんだよね。で、ところがですね、ジャンピンスプラッシュと、それから王様万歳、これは、城前のキャッスルショーなので、城前のキャッスルショーっていうのはね、待機列、待機所、待機スペースを、作れないのね、スペースがないので。だから、今回どうやってオペレーションしたかというと、
なんとですね、白前をもうすべて観賞席を自由席として開放して、で先着入れ替えなしで回したそうです。すごいよね。すべての回、ジャンピンスプラッシュから王様1回目2回目すべてを先着入れ替えなしでこの日は運営したそうです。で、そうするとどういうことが起きたかというと、俺このショー1回見たからもうええわって言って吐ける人、それから気に入ったんでもう1回見ようっていう人で、こういう人が完全に混在しちゃうんですよね。で、実際にはね、どうだろうね、前の方の人は残るのか前の方の人抜けるのか、まあわかんない、その人次第だからね。だから抜ける人、それから前へ前へっていく人、まあいろんな考えの人がね、まあいるかと思う。でもね、大抵の人はね、待つんですよ、待っちゃうんですよ。なんでかというと、普段抽選のショーで外れたとか、一回見て早終わり、入れ替え入れ替えっていう人が、この日は待てば何回でも見れちゃうので、そうなるとね、みんな待っちゃうんですよね。で、特に、王様万歳なんてね、メインショーでしょ？そうすると、王様なんかはね、ジャンピンスプラッシュ4回目やるのが大体、4時頃終わるのかな？で、ジャンピンスプラッシュ4回目が終わった後、次の王様までみんな待つんですよね。で、でもすごい人は、ジャンピンスプラッシュの3回目とか、下手したらね、1回目のね、朝9時10時の1回目から、もしかしたら丸1日待ってる人もいるかも、いたかもしんない。でね、みんな、とにかくね、待っちゃうんです。だからね、1時間、2時間なんてのね、みんな普通に待つんですよね。で、ツイッター見てたらね、ジャンピンスプラッシュの4回目が終わった直後から、お城の前、17時、18時頃っていうのはね、もう満員電車みたいにね、すんごいぎゅうぎゅうだったんだって。で、そのぎゅうぎゅう状態でもうみんなが待つわけですよ。で、といってもね、18時頃までは座りなのかな。で、皆さん立ち上がってくださいって言うんだけど、立ち上がりも後ろの方が混んできたら立ち上がってって言うんだけど、混んでくるとかなり早い時間に立たされます。で、今回立たされて、かなり早い時間にね、今回立たされたらしくて、で、立たされるとみんな前へ前へ詰めるから隙間ができるでしょ。で、そういうみんながギュギュって詰めるんだよね。そうすると、城の前の花壇から最前列まで、もう人がね、もう本当にオールスタンディングのライブハウスのようにかなりギチギチになるんだよね。そうするともうね、お手洗いとか行けないし、買い出しなんて絶対行けないよね。もう一度お手洗い行ったら絶対戻れないです。特に夕方なんて夜だから、本当にね、始まる18時半とかね、18時45分なんてのは暗いので、もう抜けたらね、もう戻るのはもう不可能ですね。で、それでそんなぎゅうぎゅうの満員電車状態で1回目の王様万歳が始まります。で、まあショーの最中は楽しいからいいよね、オールサンディングだから。で、1回目が終わりました。で、2回目、ここからが本当の地獄なんですよ。まあ俺も経験あるんだけど、これね、1回目の王様終わるでしょ。そうすると、まあ1回見たからまあええわって、かなり待ったしね、疲れたって言って当然抜けます。前の方の人もね、抜けると、そうすると王様面白かったんでって言って、前へ前へっていう人が抜けた隙間に前へギューってやっぱ行きたがるんですよね。あと2回目後ろの方で見てた人は、次こそのね、要は1回目の回は捨てで後ろの方がチラ見でね見てて、2回目こそ前で見るぞっていう人が抜けた、それギュッていくでしょ。そうすると1回目見たからまあええわって抜けたい人と、前へ前へっていう人がね、もう干渉してこうぶつかり合うんだよね。そうすると後ろの前のがね、もう出る人前の人がギュギュギュで、もうかなりぐちゃぐちゃだったらしいんですよ。そうするとなんか俺足踏まれたりさ、なんか一眼レフとかね、大きなカメラでなんか頭に当たったとかね、まあそういうトラブルとかがあったそうです。あれはもうかなり大変だったみたいね。なんか大きな怪我したっていう、そういうツイートはなかったけども、
まあかなりもみくちゃだったみたいね。いやー、まあそんな感じで土曜日、特に城前の王様見た人は、1回目2回目その中にねいた人は本当お疲れ様でした。でね、なんで今回こんなことになってしまったのか。もちろん理想はこの王様1回目2回目完全入れ替えだよね。1回目が終わったら、はい皆さん出てくださいって言って、2回目の人がはいどうぞっていう、その完全入れ替えがもちろん理想です。でも今回そうしませんでした。まあできなかったんだよね。でね、なんでそれができなかったのかっていうのを、これ俺なりに考えてみました。で、そうしなかった理由は、まあ俺の予想なんだけど、城前のキャッスルショーっていうのは、待機スペースが作れないんだよね。要は、2回目、王様2回目のね、人を待たせとく待機スペース、待機場が、城前はね、やっぱ作れないんですよね。まあ理想はね、ジャンピングスプラッシュ4回目ぐらいから王様1回目はまあいてもいいよっていうふうに言っといて、でも王様2回目からは入れ替えするので1回目の人は出てくださいっていうふうにするといいんだけど、まあそれができない。まあね、 C は今考えたんだけどね、 C は実はね、ミッキー広場とかリドアイルって今でこそね、抽選なんだけど、昔はね、ファッショナブリースターなんかは、抽選なしで入れ替え制にしてました。で、ミッキー広場をね、入れ替えやる場合は、ミキヒロの2回目、3回目で待ちたいっていう人は、ゴンドラかな?ベネチアンゴンドラの乗り場の前で、2回目の待機場を作ってましたね。で、あと、3回目はね、抽選場の階段の下、そこで待機場にしてました。で、リドアイルの場合は、リドアイル2回目、3回目見たい人は、スインボードミッキーズの向かい側の、エレクトリックレールウェイの、鉄道の下ね、あそこでリドアイルは2回目、3回目待機場にしてましたね。それで、それぞれミッキー広場、リドアイルね、ショーが終わったら、はい、皆さん誘導しますって言って、そこからね、列ね、1列2列になってゲストをね、ずら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 って、はいこっちこっちって言って、バスガイドさんみたいに誘導して入れてました。まああれはね、なんかコミケの企業ブースとかね、大手サークルなんかのね、待ち人に似てますよね。コミケもね、あんな狭いところにね、列作れないので、駐車場とかですね、屋上広場なんかに大手サークルなんか列を作って、で20人ずつぐらいこうブロック輸送、パケット輸送をこうコミケはするんですよね。だからね、C の人のね輸送はね、なんかコミケみたいだな、なんていうふうにね思ってました。でね、システムもね、ランドでもね、はい、できないのかってね思うと思うんだけど、あれできないんですよね。まずランドはほんとスペースなくて、真ん中の花壇のところって一応広くなってるけど、あれは完全干渉スペースでしょ。だから花壇の周りっていうのは人を待機させとく場所じゃないんだよね。花壇の後ろ側っていうのはちょっと広場あるけど、まあそこもフォトロケーションになってるし、ネーム干渉エリアだからね。で、そうすると仮にだよ、例えばスペースってパッと俺思いついたね、場所としては、例えばね、プラザパビリオンレストランの向かい側の広場とか、あとはスティッチエンカウンターズの左側のスペースとか、まあ、あの辺スペースあるので、あそこを待機場にね、できなくもないなとは一瞬思ったの。でもね、ちょっと考えてみて、1回目の王様万歳終わるのが大体8時前でしょ。で、8時からEパレ、夜のパレードがあるわけですよ。Eパレが終わって大体8時40分ぐらいでしょ。で、次の王様の2回目が9時15分ぐらいだから、結構みちみちなんだよね。で、やっぱ E パレはやっぱりみんな待つから、要は E パレの前か後に、その待たせといたゲストを、やっぱり移動させないといけないんだよね。で、夜のあんな暗い時間に、あんなキャストのね、黄色いかピンクの金ブレみたいな、ああいう誘導灯だけで、あんな何十人のゲストをね、待機所から城前に移送誘導させるのは相当大変だと思うんだよね。で、かといって1回目終わるまで列待たないでくださいってちらすこともやっぱ
できないわけですよ。2回目どこですかって、どこが待機所ですかって絶対なるので、だからね、そういうこと考えると、やっぱり先着の入れ替えなしになると思うんだよね。それで考えたんだけど、今言ったのって俺今スラスラって結果論で言えるわけであって、おそらく今回の抽選システムの不具合っていうのは当日の朝分かったことだと思うんだよね。そうすると当日の朝にそんなこと急に言われても、えーってなって、ワンマンとかパーティーグレーなんかは過去の実績で、だったら入れ替えでこういう風にできるって、急遽ね、過去のノウハウもあるからできるけど、白前なんてさ、朝そんなこと急に言われても、え、2回目入れ替え、しかも夜って、そんな無理やってなったと思うんだよね。だからもうその日朝乗り切るには、まあ仕方ない、完全先着の入れ替えなしでやるしかないんだろうっていう風に、そういう判断だったと思うんですよね。で、今回思ったことはね、抽選システムっていうのはもともと実は白前のキャッスルショーを円滑に回すために本来これ導入されたっていう経緯があるんですよ。俺の記憶でね、抽選システムっていうのを振り返ってみると、おそらく2003年ぐらいだと思うんだよね。2003年のおそらくだよ、シネラブレーションか、もしくはブレージングリズム、あの辺は確かに年パススキャンして機械の抽選っていうのがあったんだよね。で、その辺で導入されて、それから2008年の25周年あたりにワンマンと BB にも抽選が導入されたって記憶してます。確かね。なんかこれもし間違えてたら誰かコメントで補足してください。それでそれの導入の前まではお城の前っていうのはその先着入れ替えなしでした。例えば、2000年の、スーパーダンシングマニアかな、クラブディズニースーパーダンシングマニア、これは入れ替えなしで一日中確かいてよかった。それとディープポップマジックかな、これは白前じゃなくて白の裏なんだけど、ディープポップも確か入れ替えはしてなかったと思いますね。で、2001年2002年あたりのクリスマスのキャッスルショーは抽選でした。でもね、これはね、なんかくじ引きみたいな、なんかね、抽選でしたね。クリスタルパレスの横の、オモニバスの乗り場あたりかな、あの辺に、簡易的な、なんかくじ引きみたいな箱作って、確かそこで抽選やってましたね。で、その前のね、15周年のビバマジック、その後のクリスマス、ファンタジーかな、なんかその辺のキャッスルショーの時は実は城前に待機所作ってました。これはね、花壇の横になんかね、ボールパーテーションとロープのパーテーションを無理やり作って、花壇の前で、はい、2回目の人、3回目の人っていう風に確かやってましたね。ただ当時はね、今ほどね、なんか地蔵みたいな、そういうなんか熱い人はさほどいなくて、当時ギリギリなんとか城前で待機場作って回してましたね。でもね、やっぱゲスト増えてきて、こりゃ無理あるなーっていう風に、城前のあんな花壇のところでね、待機スペース作るっていうのはね、かなりね、なんか苦労してるなーっていうのをね、確かその当時ね、やってたのを覚えてます。そしたら抽選システム導入されたんで、ああやっぱりなーって思いましたね。なので、で、今回、久々に、まあ、久々にっていうか、で、今回、白前のショーなのに、抽選なしっていうのを、いきなり当日の朝、まあ、これをね、やれって、まあ、突きつけられたわけだよね。その不具合によって。俺が今言った、その、20年前の抽選がなかった、その、ね、99年とか、2000年とか、あの辺のオペレーションを、さあ今やってみろ、今やれって急に言われてもやっぱできないわけで、しかも夜でしょ、だからもう苦肉の策で先着入れ替えなしっていう風に、まあせざるを得なかったんだと思うんだよね。だから今回のオペレーションは仕方ないかなって思いました。まあ本当に予期せぬトラブルが原因なんで、今回はちょっと仕方ないなと思っちゃったね。で、あと思ったのは、ショーの抽選システム反対っていう人もおそらくいると思うのね。で、今回じゃあショーの抽選なしでやってみましたっていうふうに、
小抽選なしでやった結果これですよ。結局みんな先着で入れ替えなしってやってしまうと、もうああやってね、とんでもないことになる。みんなとにかく待つ。で、入れ替えの時も前行く人、後ろ行く人でもうこんがらがってぎゅうぎゅうになってしまうので、そうなるってことが今回やっぱね、みんなも分かったと思う。だからね、ある程度のね、制限っていうか抽選っていうのは必要なのかもしれないなって今回のこの騒動を見てね、ちょっと思いました。で、今回土曜日こんなことがあって、日曜日ですよ、この抽選システムの不具合ね、なんとかオイルシーンもなんとかしたいと思ったと思う。なんだけど不具合解消ね、このリアルの抽選場だけはかろうじて復活したらしくて、でもスマホの抽選はダウンしたままで、日曜日営業せざるを得なかったみたいだね。そうするとどうなるかというと、抽選場が大混雑だったらしいね。いやー、このイベントラストの土日にオイルシーやっちまったって感じだよね。で、ランドはね、抽選場って広くて抽選機もね、そこそこいっぱいあるから、なんとか行列もね、常識の範囲内で回せたみたいなんだけど、この C がね、抽選機少なくて抽選場も狭いから、 C のこの抽選の行列がもうどえらいことになったらしいね。なんかね、あの辺でゴンドリースナックなんかでもトグロを巻いて、列がずーっともうニューヨークデリーで、デリーまでね、乗り越えてブロードウェイミュージカルシアターまで抽選の列がね、伸びて、なんかね、60分待ちだったらしいんだよ、ピーク時は。この暑いのに60分待ちとか、ほんとお疲れさんだよね。で、今回 C はね、土日海賊イベントのラストっていうことで、なんか海賊グリーティング、まあ、海賊だと思うんですね、海賊グリーティングのラスビっていうこともあって、なんかハーバー近辺はね、その海賊の出待ちというか囲みもあったり、その抽選の人もすごいことね、ことになってて、かなりカオスな状態、だったらしいですね。で、まあゲットウェットの終了までこの抽選場の列はやっぱりかなり混雑だったみたいで、まあとにかく皆さんこの土日ね、お疲れ様でしたって感じですね。はい、以上が夏イベントのね、土日の大混乱の模様でした。いやー、ほんとお疲れ様でした。でね、今回なんでこんなことになってしまったのかというと、やっぱ理由はこのまさかの抽選システムのこの不具合だよね。とにかくこれが原因、もうこれしかありません。しかもさ、不具合なんてさ、なんか閑散期とかね、羽坂駅になってくれりゃまだよかったのに、まあよくないんだけど、よりによってこんなイベントのラストのね、土日というね、こんなありえない日にね、不具合ね、になってしまって、まあしっかりしてくれよとしか、まあ俺も言いようがないよね。なんでこんなことになったって感じ。でもこれはね、今回のこのオイルシーンに限らず、今のね、世の中すべてに言えることだなと思いました。このテクノロジーとか IT に頼ってると怖いなとも思った。例えばだよ、なんかさ、お盆とか正月のね、帰省のドピーク時に、なんか新幹線とか飛行機のシステムが不具合でダウンしたとかさ、ね、なんかそれこそ今こうやってやってるこの Twitter もさ、なんかダウンして Twitter 一日繋がらないとかなったら、これ大変だよね。俺って大変だしさ、みんなも大変だよね。あと、ツイッターなんかでももし不具合とか起きたら、ね、連絡とか取れない。LINE だってそうで、もし LINE がダウンしちゃったら、もうこれライフラインだから、もしね、LINE なんか落ちたりしたら、待ち合わせとか連絡とかね、仕事とかも連絡取れなくなっちゃうので、もしそんなことが起きたらって考えると、本当恐ろしいなと思いました。怖いよね。で、今回これ起きたことによって、もうゲストも大混乱だし、キャストも大混乱だったと思うよ。だからね、キャストにもちょっと同情はしますね。でね、今回の件は、すごい不安になったと思うし、OLC もね、今回の件は、なんかね、ホームページでね、お詫びとは言わないまでも、報告はちょっとね、してほしいと思いました。例えば、6月にさ、なんか写真ね、フォトキーカードの件でちょっと流出騒ぎがあったよね。で、ホームページ見てると、そのOLCのね、方で、ね、今回はちょっとすいませんでしたっていう風にお詫びがありました。で、
原因はね、これこれこういうことが原因で今回写真が流出してしまいましたと、で今後はこういうことないように再発防止に努めますみたいな、まあ、そういう約束というか宣言があるんだよね。で今回はね、個人情報の流出とかね、そこまで大きなことではないんだけども、かなり不安を覚えた人もいると思う。大丈夫かよ、おいおいこれって、またあったらどうすんだよとか、私俺が行く日にまたこんなことがあったらどうすんの、抽選じゃ60分並ぶのとかさ、ね、入れ替えなし、はぁってね、大丈夫かよってすごい不安を覚えた人もいると思うので、ごめんなさい、絶対こんなことないように再発防止に努めますっていうのを、なんかね、公式のツイッターとかブログとかね、公式ページにあるとやっぱ安心するので、不安だからさ、やっぱ不安をね取り除いてほしいなとは思いました。はい、それかな、できればでいいからね、うん、欲しいなと思いましたね。はい、こんな感じです。まあ、今回の OLC のことに限らずね、世の中全てのことに言えるんだけども、こういうインフラ的なものとかがダウンしてしまうと本当恐ろしいし、現場も大混乱してしまうので、はい、本当にね、こんなことはね、あってはならない、まあ、事件、事故、なのかなって思いましたね。はい、今回の件で俺の思ったことは以上です。皆さん何か感想などありましたでしょうか。もしあったら、はい、コメント欄にぜひコメントください。はい、以上です。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。